はい、私大井町隆久は東雲組が物事を決めるときにみんなで腕相撲で決める制度の変更を求めます。なんだいきなりまた。我々東雲組はこれまでやれ晩御飯のメニューは何がいいか、やれ事務所のテレビでみんなで見る映画は何がいいか、やれ寒い日にコンビニに一人、皆のために買い出しに行く生贄は誰にするかなどなど、大所帯ならではの問題が起きるたびに公平なくじ引きで解決をしてきました。そうだったな。しかしここ2週間ほどくじ引きではなく腕相撲の勝敗で物事の決着をつけようとしている輩がいます。これでは腕相撲が苦手な人にはあまりにも不公平では。よって今一度東雲組で物事を決める際はくじ引きで決めるに戻すべきではないでしょうか。お前の言ってることはよくわかったでしょ。やっぱり聖子ちゃんは俺の味方だと思った。だがな、そもそもくじ引きに小細工して絶対に自分の意見が通るようにしたお前が悪い。だからみんなでお前がズルをできない腕相撲で決めるにしたんだろう。それを決めた時の決め方だって腕相撲だったでしょ。俺に拒否権なかったじゃん。うるさい。お前がくじに細工したせいで俺は1ヶ月間ハズレを引き続けてクソ寒い中毎回一人でコンビニに買い出しに行ってたんだぞ。聞いてんのか俺。ごめんなさい。ロード59新時代任侠特区天海区放送局。ロード59篠野恵大井町高久役の白又敦です。篠野恵鳴山聖吾役の前田誠司です。はい、ということで始まりましたラジオ番組ロード59新時代任侠特区天海区放送局。この番組は武士ロードが送る新時代任侠エンターテインメント、ロード59新時代任侠特区の魅力を毎回異なるパーソナリティがお届けします。ロード59新時代任侠特区とは新時代の任侠物がテーマのメディアミックスプロジェクトです。欲望が渦巻く街でそれぞれの組織の思惑が交錯しぶつかり合う互いの信念と生き様をかけた戦いに注目してください。今回で第36回目。いやすごい、36 6636よよ、それしか出てこないと。はい、ということでですね、今回僕が MC で回していくってことなんですかね、これね。あっしいや35回の引っ張ってるやん。ちなみに、今回の掛け合いは第15回の永遠に枯れないアマリリス姉子からのお便り、篠野恵は定期的に腕相撲大会をしてそうを元にしたエピソードです。どうです、この冒頭のラジオドラマの部分で、はい、腕相撲の話でしたけど強い方ですか。リアルな前田？前ちゃんは強い方です。前田腕相撲弱いね。あーそうなんですね。小学生の頃から勝った記憶がないね。小学4年生の時にクラス全員でそうなんかトーナメントみたいな腕相撲みたいなのがあったんだけど、はい、女の子と当たって1回戦で終わった。まあでも小4ってね、まあ女の子の方が成長早いから、ね、女の子が成長早いんでね。そう、そんなもんすよね。全然俺の頭1個分ぐらい背高かった。あ、ね、大きいところですよね。いやでも僕も腕相撲は得意じゃないんですよ、うん、おお。でもあれってコツありますよね。まあそうですね、こうちょっとね、やっぱラジオだから伝えにくいですけど、うん、力学的なね、掴んだ時にね手首をこう巻き込むというか勝てるっていう説があるんですけど、まあでもそれでもキミさんとかがやっぱ一番強いんですかね。確かに。キャストの中で言ったらなんだったら踏ん張る足からのこう全身のバネを使ってこう、うん、そうですよね。キミさんが一番強いと思う俺は。ああ、うん、確かにそんな感じ。パワータイプのキャラだし、バクトでそうであってほしい。女子で一番強いのはやっぱあれか、アイアイさんか。あーですかね。うん、隠れマッチョがいなければ。あ、隠れマッチョ候補。隠れマッチョだとしたら誰？隠れマッチョいないでしょ。やっぱりあれ暗算が得意なリホな。違う何かで脅されそう。なんかね、勝負始まる前に勝負決まってそう。そう、あの子ら弱みに握られて、弱みに握ってそうだからな、マジで。かな、そんな感じか。
だからやってみたら面白いかもしれないですね、意外と。確かに、うん、あのそうですね、天下一九男トーナメント女トーナメントやりますか、うん、じゃあ腕相撲で勝ったらなんか景品、景品がブシロードさんがつけてくれるはず。ああいいね、ブシロードの看板とかです、あの湯とか振り回してるやつ。あのね、ちょうどね、それこそね、家引っ越したから飾られるかもしれない。マジでそんな豪邸に住んでんの。横幅だけあったらいけるかもしれない。え、何億で買ったの。いやいやいや、借りたのよ。あ、借りた、賃貸。あの、ね、買ったって言った俺今。え、あれ買ったって言った、俺が今勝手に決めつけた。あ、そうだよね。借りたのよ。いやいや、あの舞台役者さんがね、いや賃貸で借りるより何だったら買った方があのいいんじゃないみたいな話をしてる人がいて、この間。いや、あのね、これリアルな話、審査通らんよね多分ね、買うってなったら。いや、それもなんか分割とかじゃなくてローンとかじゃなくて、もう一撃、現金一撃だったらあの売ってくれるからっていう話をしてて、ああでもそういうもんか、現金だったらそうだもんなって。じゃあ蓄えなきゃいけないですね。そう、大変だな。大変だなこの仕事本当にな。じゃあ今度あっちゃんの家にお邪魔しよう。いや遊び来て本当に、いやマジでちょっと広くなったんですよ。え、ということはあれ買えるじゃん。何、電動のジャンタク。うわ待って。好きでしょあなた。まあじゃあ俺めっちゃ好き。あ、全自動ジャンタク買える。いいね、篠の恵みでやれる。多分ね、みんな多分僕らよりね上の世代の人だから、打てる人結構いると思うよ。山さんとかできそう。あー、できそう。確かに確かに。うわね、太陽さんとかもできるんだろうな。できそう。夢膨らむな、あっちゃんの引っ越しの話で。いやいや、でもマジでちょっとうち鍋とかできるんで遊びに来てほしい。行く行く。いや待ってます。冬皆さん鍋やろう。いや、やろう。ちょっと皆さん、あの待ってますね。これ聞いてるかな、みんな、キミさんとか聞いてるかな、メンバーね。皆さん、あの待ってるからね、本当に。というわけで、はい、あの、まあ、我々毎回のミッションいただくじゃないですか、うん、はい、前回やった人から。あ、そうですね。で、今回まあいただいてるんですよ。あ、そういえばそうだった。加藤さんと南さんから、うん、で、前回やったのが、うん、あの赤ちゃんになってなんか喋るみたいな。そう。で、今回はお互いのキャラが入れ替わってしまった時の第一声と、うん、はい。なるほどね。で、ちなみに、うん、あの私たち入れ替わってるっていうのはちょっとありきたりというか、はいはいはい、まあね、有名すぎるから、うん、NG、はい、ってもらってます、はい、ということで、あります、入れ替わった第一声。そうっすね。でももう行っていいですか。あ、出ます、はい、あ、じゃあ行きましょうか、はい、じゃあ3、2、1。よりによって大井松とチェンジだ。いや、待って、もうそれ悪口やん。いや、正語的にはよ。いや、もっと楽しもうよ、入れ替わったんならさ。いや、そう、悪いこと考える人じゃないから、ほら、正語別に。大井町のお金で合流しようとか、そういうバクトみたいなことしないから。なるほどね。わかんないけど。どうですか。いやいや、行きますよ。お、じゃあ、あっちゃん、じゃあ行きますか。3、2、1、9。見える。見えるぞ。この目なら何だって見える。あ、そうだ、誰かの銀行の番号を覗き見しちゃおっかな。悪いし、心読めんだから別に視力でやんなくてもいいじゃん。いや、やっぱりあの近くまで行かなきゃ読めないんで。あ、すごい遠くから見えるんだったらもう。悪いやつやで。一番いいやつですよ。神器も使いこなせる設定なんだ。いや、そうですよ。あ、それだったらちょっといいかもな。だから、まあ、だって今見えすぎる部分しか分かってないんですよ、うんうんうん、だから見えすぎた結果困るってのは至ってないです。多分入れ替わったばっかなんで。はいはいはい。そのメガネ外した途端にね、うん、うわ見えるみたいな。あ、やばい、きついこれメガネちょうだいみたいな、多分なる。なるほどね、うん、ってことなんじゃないかな。はい。え、今あのやったじゃないですか、逆にするってやつ、うんうん、これをさらに逆にしてみません。あー、なるほどね。せっかくだから、はい、だからちゃんと入れ替わってるっていう、要は僕の生態で僕があの聖護に聖護をやる、ね、はいはいはい、わかりました。で、僕は高橋さんをやる、ね、はい、了解でございます。じゃあどっちから行く。あ、じゃあ僕が先に言います、ね、オッケー。さっきあれですね、言ったやつですよね。オッケーです、行きます。よりによって大井町とチェンジだ。なるほど。はいはい、ありがとうございます。え、でも多分こういうことになるんですよ。あー、ちょっと聖護の苦しみがなんかより一層可視化された感じするな。じゃあ僕行きましょうか。高橋さんね。見える、この目なら何だって見えるぞ。
そうだ、誰かの銀行口座の番号覗き見しちゃおっかな。はい、これめちゃくちゃ面白いね。あべこべ、あべこべだね。頭バグるわ。いやでもなんかありえるよ、本当に舞台とかアニメとか言い出したら。いやこれさ、また新しい敵の誰かの神器でこう中身入れ替えるとか全然出せそうだもんな。あるな。新しいアイディア出ましたわ。はい、はい、はい、ということでそんな感じで、はい、今回も一緒に道なき道を進んでいきましょう。ロード59新時代人気特展開放送局スタート。ロード59新時代人気特区展開区放送局。お送りしています、ロード59新時代人気特区展開区放送局。お相手は篠の恵大井増田隆久役白俣敦史と篠の恵鳴山聖子役の前田誠二がお送りしております。はい、ここからは普通音を読んでいきましょう。はい、はい、じゃあ読んでいきますね。はい、ラジオネームマリアの姉子もしくは兄貴からですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。読書の秋などと言いますが、お二人にとって忘れられない書籍などありますか？また大井町くんや聖吾くんはどんな本が好きだと思いますか？よろしくお願いしますと。うん、忘れられない書籍、うん、あります？そうだね、あるある。これは名前出しちゃっていいのかな、別に。僕がねライトノベルとかガッと入り始めた頃はやっぱりね、うん、春日とかさ、いろいろあるんですけど。あー、そういうことね。うん、はい、いろんな普通の小説とかも読んでるけど、やっぱ一番記憶に残ってるは残ってるのは入間ひとまさんっていう作家さんの、あの嘘つきみーくんと壊れたまーちゃんっていう。待って、映画あるやんね。あ、映画化したね。映画知っとるわ。映画は見てないのよ。映画見てないんだけど、うん、小説の方は10巻までと、あと番、あのなんか短編集みたいな、愛っていうやつは読んだんだけど、あれからすごいずっぷりラノベ沼にはまったかな。あ、そうなんだ。うん、なんか普通になんかあれなんて言うんだろうな、サスペンス、ミステリーじゃないと思うけど、うん、面白かったのよ、記憶がある。なるほどね。いや、すごい、なんかちゃんと読んでるじゃん。いや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 、好きなものだけですよ。あっちゃんは？忘れられない書籍ってあるのかな。いや、結構人生において本は読んできてるんですよ、多分。でもこれめちゃくちゃ思い出だなって書籍が実はなくて。お、何読んだんだろう。だからなんか最近だと、うん、本当にまあやっぱ舞台でやった作品とかの本とか読むんですけど、自分で、うんうん、プロパガンダゲームっていう書籍があるんですけど、はい、これ久しぶりに、まあ、自分がやったからなのかもしれないですけど、めちゃくちゃ面白い小説で、うんうんうん、何系なの？大手広告代理店に就職の面接をしに来る学生の話なんですよ。で、就活しに行って最終面接で、うん、チームを4対4に分けられて、宣伝合戦をしちゃうんですよ。あ、要は広報をするんですよ、4対4に分かれて。要はなんかディスカッションじゃないけどみたいな。片っぽのチームは戦争賛成、はいはいはい、片っぽのチームは戦争反対、はいはいはい、じゃあなぜ戦争に賛成なのか、なぜ反対なのかっていうのを、うん、いろんな資料とかをお金を使って買って、そのゲーム内のお金を使って買って宣伝をしていくみたいな。はい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 、めちゃくちゃ内容面白くて、うん、すごい心理戦っぽい感じね。めっちゃ心理、だからちょっと大井町味があるんですよ。あー、なるほど。ブラフ言うんですよ、普通に。はいはいはい、はい、嘘だけど、あいつらはこの情報持ってないから本当だと思っちゃうと思う。はいはいはい、あれすごいね。嘘だけど言い切るしかないみたいな、じゃないと勝てないみたいな。結構ね、ゲーム性もあるし、うん、でキャラクターの個性もあるし、でめちゃくちゃ面白かったんで、結構ページ数は多いんですけど、うん、速攻読み終わったんで、あら、多分これおもろいんだろうなっていう。だ、思い出というか最近読んだ中で一番面白い買った書籍になっちゃうんですけど、うん、いや、いいと思う、いいと思う。あ、そうですかね。確かに話題のやつとかもあんまり読まないからな、はい、自分からちょっと本屋また最近行ってないから行ってなんか探してみようかな。ですかね、うん、面白いなと思いましたね。だから、うん、まあいろいろ読みますよ、本当に、うん、本当に読むんだよ、うん、いや本当にハリーポッターとかめっちゃ読んでたし俺。あー、懐かしい。あとデルトラクエストとか読んでたからね俺。あー、なるほどね。学校の図書館とかにあるやつね。表紙に惹かれて買っちゃう本。うん、
中身全然覚えてねえの。確かに、あと、うん、学校の図書館とか図書室だと取り柄になるしな、人気の本って。解決ゾロリや。解決ゾロにあったあった。あ、うちの小学校はね、低学年の低学年までが使えるなんか図書室、ちっちゃい図書室と、はいはいはい、全学年が使える大きい図書室があって、その低学年用のところにねゾロリとかがあって。俺じゃあ低学年用の本を小5ぐらいまで読んでたわ。いやいや、俺も読んでたよ。読んでたんだけど、そう。面白いね、はい、で、大井町から聖子ちゃんはどんな本が好きかと、うん、一応スタッフメモでは、うん、高橋さんは基本 本は読むよりも怪しいビジネス書を自分で書いてそう、うん、そして儲けようとしてると。で、聖子ちゃんは推理小説が好きそうなイメージです。はいはいはい、なるほど。高橋さんは逆に推理小説は大体途中でトリックが分かってしまうので読まないタイプ。2人が共通で好きな本のジャンルは歴史小説ではないと思ってますと。歴史小説とかではない、まあ、歴史小説かなってことね、うん、が好きなんじゃないかと。あ、歴史小説か。あれは歴史小説に入るのか。方針演技とかさ、まあ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 時代物ですよね。三国志とかさ、うん、ああいうやつとかも読んだから。三国志はね、思いっきり歴史ですからね、うん、なんかね、勝手なイメージなんだけど、聖子はあのなんかカタログとか見てそう。あー、おしゃれな方ね。時計とか車とか、あと銃とか、はい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 、あー、なるほどね。あ、車とかね。そう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 、あの本当にサブカルではないけど、こうマニアな部分というか、そう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 、男が好きなものって感じ、ね、なんかね。俺ね、高橋さんはね、あのね、書くは書くんだけど、うん、あの賢いお金の儲け方とか読んでそう。あ、ね、書籍としては、はいはいはい、成功者になるためにはとか、なんかそういうなんか要は成功した有名人が出してる本とかバーって網羅してそう。でそれをなんか添削とかしてそうだよね。そう、あ、これは嘘だねとか。分かっちゃうから本当かどうか、うん、そんな感じなんじゃないですかね。なるほどね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかいいテーマでしたね、うん、はい、はい、次のメールいきましょうか。ラジオネームけん玉二郎の兄貴からいただきました。ありがとうございます。まいちゃん、あっちゃん、お疲れ様です。部屋の片付けをしている時ふと思ったんですけど、組の事務所の内装ってどんな感じだと思います？フェニックスはゴージャスな家具がありそうだし、黒城はおしゃれな感じだと思うんです。東雲はどんな感じだと思いますか？僕は武骨なイメージなんですけど、また実質も気になるんですけども、聖子はゲーミング仕様で、高橋さんは難しい文学の、書籍があったりしそうなイメージで、お二人の考察を話してくれると幸いですのことでございます。あ、舞台でもちょっとね、まあちょっと出てましたよね、シーンとしてね、うん、うんうん、なんか普通にスチールのラックとかあるような、うん、感じのイメージが。でもなんかやっぱちょっとね、うん、色鮮やかではないですよね。まあ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 確実に。まあでもうちはほら、東雲はさ、もうかやさんいるしさ、うん、もうちょっとやっぱ教育に悪いものとかものはないね。ないと思う。もう片付けとかも聖子がもうこう、徹底してそう、かやさんがいるのに教育に悪いだろうみたいな。だからめちゃくちゃシンプルなんじゃない、もはや、うん、なんかあれじゃない、あのもうテーブルの真ん中にあった灰皿とかがなくなってジェンガとかになってんじゃない。あとあの果物がこう入ってる。はいはいはい。ありそう、うん、新鮮な果物入ってそう常に。うん、あ、実質とかはどうですか？高橋さんの実質ってことでいいんですよね、これきっとね、うん。高橋さんの実質は意外と何もないよ。ミニマリスト的な、うん、本はある、うんうん、けどなんかもうベッドと、うん、テーブル以上みたいな、うん、なんか基本ベッドの上で生活してそう。はいはい、おー、ただ何も持ち込まないから汚れることもない。だからもう寝るためだけに行く部屋だから、うんうん、っていうイメージはちょっとありますけどね。なるほどね。まあでも小綺麗にしてそうだよね、うん、小綺麗にしてそう。そんな気使わないだろうけどって感じのイメージ確かにあるね。聖子ちゃんの部屋は？聖子、まあでもそうだな、まあ、けん玉二郎さんがおっしゃってる通り、まあ、ゲーミング仕様とかなのかな。確かにライトとか椅子とか、あとあれ、あの何、銃がいっぱいぶら下がってそう。あー、あれどうなんだろうね、あのこうメインブラックだ、なんだっけ、ちょっとメインブラック、うん、メインブラックみたいな、こうあのなんかポチってボタン押したらタンスとかがひっくり返ってガチャガチャガチャ。あー、なるほどね。なんかそんなんであってほしいなって、ちょっと近未来感そう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 ある感じの部屋、なんか飾ってるよりは隠してる感じ
ポチウィーンみたいなやつだみたいな、そうそうそう、まあ普通に引き出しとかにこう隠してるみたいな、そんな雰囲気あったらいいかなっていう、なんか素朴なイメージあるけどね、最後はそれはそれで。一番死の恵みで部屋が派手そうなのは、うん、ユートじゃない。おお、その心は。もうだって女子受けがいいよ絶対。だってさ、だってはいはい、かやちゃんをめちゃくちゃ守るやん。はいはいはい。このキャラクター。はい。まあ我々も全員守るんですけど、守りますね。もう車で迎えに来たりだったりとか、うんうん、なんか逃げてとか。はい。こうなんか身を挺しいろんなことできる、要はもうね圧倒的レディーファーストできる男だと思うのよ。なるほどね、この人間って。だから、うん、一番女子受けを誘う。もうなんか常に新作のお菓子とか買ってそう。あーなるほどね、ちょっと子供っぽい感じにもありつつ。なるほどなるほど。であの絶対可愛いぬいぐるみ部屋にあるから。あーありそう。でっかいクマの、でっかいクマのぬいぐるみと、今まで劇中で壊してきた看板がこう立てかけてるみたいな。絶対ブシローの看板飾ってあるわ部屋に。そう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 、いつも立てかけてある壁にみたいな、うん、やってるわ。捨てるに捨てらんないしみたいな。そうそうそう、これ粗大ゴミかなみたいな。そう、何ゴミかわからんって飾っとくか看板だしみたいな。やってるわ。まあ、バクとは間違いなくあの畳にあのちゃぶ台だと思ってる。あー激渋な感じの6畳一間日本人みたいな。金がねえから最低限の備えしかない。で酒瓶が転がってる。あ転がってる。絶対日本酒。いや日本酒飲めないから焼酎かな。はい、そんな感じですかね。ということでラジオネームけん玉次郎さん、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ次いきますね、うん、続いてがラジオネームみゆの姉子からですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。前田さん、しのぶさん、こんにちは。こんにちは。聖子ちゃんと大山地くんのコンビが大好きなので、うん、またお二人のラジオが聞けるのを心待ちにしていました、はい、近頃は急に寒くなってきたので寒さが苦手な私は耐えかねてこたつを出したのですが、お二人はもう寒さ対策はしていますか？こたつといえばやっぱりみかんは欠かせないと思いますが、皆さんはこたつのお供はありますか？うん、寒い日に暖かいこたつに潜り込んで冷たいアイスを食べるのが至高の時間です。あー最高ですね。いいよね。うん、うちこたつねえな。うちもこたつねえな。うん、もう地べたに座ったらあの動けない。あーわかる。私無理。え床暖とかはないないない。カーペットみたいな、そんなそんなええものないです。あれ使ってる、うん、なんていうの、あったかいなんかスリッパみたいな靴みたいな、あ部屋の中で履けるやつ、履くやつね。そうそう、安いやつだけどあれね意外とね変わるよ世界。あったかい。うん、あいつも裸足だったから、お世界変わったわと思って。あでも僕もね、うん、スリッパ最近履くようになったかも。あ、はいはいはい、なんか猫飼ってるんだけど、うん、猫の毛がつくわけよ。はいはいはい、足とかにね、はいはいはい、それがもう嫌で嫌でスリッパを購入し。あなるほどなるほど。でもやっぱあれスリッパってあったかいよね。いやあったかい、あったかい、全然違う。あれやっぱさ、男の人ってガサツなイメージがあるから履かないと思うんですけど、マジ世の男性履いた方がいいと思う、スリッパ、うん、もし履いてない人がいれば。いや今はおうち時間も増えてやっぱり家の中での仕事もね、作業とかもあるじゃない、うん、私たちも確かにあの台本読んだり、うんうんうん、資料なんだチェックしたりとかあるんで、うん、家でのやっぱ快適さがこう仕事へのね、いやそうね、あれに直結するんで、繋がるね、うん、寒いとやっぱりね全然はかどんないし。確かに、うん、それ大事だなと思った。でなんかあります、うん、こう寒い日にあったかいとこに入ってこう着込んで何かをするみたいな、うん、要はこのねあのミウの姉子がアイスを食べるのが最高っつってますけど、いやもうこれが一番じゃないですか。これですよねやっぱりね、うん、これが一番ですよ。わかるわかる。あーでも最近あの最近っていうかもうここ最近ずっとなんですけど、あのお風呂を食べて入るときに、はい、僕あのもう iPad とかスマホとか持ち込んじゃうんですよ。で電子書籍読んだり、うわ映画見たり、うわもう長い風呂だ。そう、そしたらよもう冬なんかはこうジュースとかアイス持ち込んじゃってお風呂に。2時間コースなんで。俺風呂にアイス持ち込む人初めて聞いたかもしれない。いや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 、あるでしょ。ある、あるんですか。なんだったらお酒決めたいですよ。日本酒、死なないでね。死なない死なない死なないよ、こたつとやってること一緒なんだから。いやまあそうか、うん、いやでも溺れないでね。そう全然もうな、だって換気扇ずっと回ってんだからさ。ああいやそうなの、空調もいいわけですよ。換気扇とかじゃなくてさ、あの要はさこうねお酒飲んでお風呂で飲ませちゃって、うんうん、パーってお酒は飲んでないよ、だからお酒は飲んでない。願望ね、じゃあ飲みたいぐらいよって。飲みたいねってことで。ああそういうことね。ジュースだから、うん、大体。いやあのね、
僕お風呂短いんですよ。おお。シャワー派。ああね。湯船使わないのよ。うんうんうん。だからその感覚がないんですが。うん。引っ越したって最近言ったじゃないですか。あ。新しい家がなんと。おい。追い出し機能ついてたの。おい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 。おお、これは。え、もしかして泡とか出るやつ？いやいや、ブクブクブクって、いや、ジェットみたいな。あの前まで住んでた家は、要は自分でこうお湯出しっぱなしにして、うん、はい、自分で止めに行かなきゃいけないやつだったんですけど、新しく引っ越した家、なぜかついてて、その自動でお湯張り。いいなびっくりしちゃって俺、うん、うわ、使ってみようと思って、うん、あの、昨日使ったんですよ、はい、そしたら、タイムリー、あの、なんか俺多分清掃の人が流し忘れたのか知んないですけど、うん、それこそマジで お風呂が開きましたみたいなアナウンス聞いて、うん、お風呂見に行くじゃないですか、泡だらけ風呂なんで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 みたいなそれやばい泡じゃん絶対。いやだからこれ何の泡なんだろうと思って、うん、でまあ一個考えられるのはその要はちゃんと流しきれてなかった、もしくはそのお風呂出てくるあのなんていうんですか、うん、排水の部分がこうなんかまだ泡残ってたのかな。そうだね。もう一個俺やっぱ新居めっちゃ綺麗に使いたいと思って、うん、あの防カビくんってやつを炊いたんですよ。はい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 。あれの炊いたのが、要はお風呂の浴槽に入って、うん、反応して泡になったのではないか。そんなことある？まあ、とりあえずいやあのその真相を確かめるために前田そのお風呂入りに行くわ。ああマジいやでもマジでいやね入浴剤買ってくわ。本当に遊び来てほしい。本当に遊びに行きたい。ぜひ。あ、猫大丈夫？猫あー薬もらっていくわ。アレルギーも近い長時間触らなければ大丈夫。あ、だからそしたらね、まあまあまあ大丈夫、ちゃんと部屋離すから。あ、ちょっとお前遠く行っとけ、ちゃんと。すまんなっつって。いやいやいや、全然遊びに来てほしい、本当に、はい、ちょっと本当に遊びに行きたいわ、はい、まあそんな感じで楽しみにしとこう。寒さ対策は我々しております、うん、ということでしたね。はい、はい、ということでラジオの耳さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ次行きましょう。はい、ラジオネーム永遠に枯れないあまりリスナー猫さんからいただきました。ありがとうございます。前田さん、白本さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。以前の朗読劇&トークイベントでロード59のキャラクターの新規イラスト登場しましたね、うん、第1弾第2弾の舞台でキャラクターが動いている姿を見たからこその躍動感を感じるイラストばかりで、どのキャラクターもかっこよくてたくさん写真を撮っちゃいました。あらま。お二人に質問です。今回の新規イラストについて率直な感想やお気に入りのポイント聞きたいです。ちなみに聖子ちゃんの鎖骨と高下の目元がお気に入りです。笑い、適当く楽しみにしておりますということでございまして、僕らの手元にも今資料がございます。ちょっとあの全体像はね多分見れてないよね、まだみんなあんまり、うん、ああそうね、そうなんですけど、ここにちょっと全体像のやつがあってね、ほほー、細かいところまでギドラさん書いてくださってますね。いや本当に書いてくださってますよ、うん、いやちょっと待って、聖子ちゃんの鎖骨、うわーこれすごいね。いいね、見てるね。え、首めっちゃ鍛えられてない？見てるね、すごー、もうアスリートばりの鍛え方してるやん確かに。いやいや、もうアマリリスさんめっちゃ見とるね。ね、で高橋さんの目元、目元、あーいいね、あーちょっとクマがある感じがいいっていう感じなのかな、はい、ちょっと垂れ目なの可愛いよね。いやね、本当に可愛いよ。でもね、他のイラストももう今ありますけど、うん、確かに。え、これさ、武器とかもさ、細部がさらにさ、ディティールがアップしてるのか分かんないんだけどさ、そう、これさ、あのあれ、この金属バット、こんな手元もデコられてた？え、金属バットね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、白露でしょ？そう。あ、でもだから、あ、確かにもともと、え、てかもともとね、金属バット映ってましたっけ？あ、なるほどね。あ、なるほどね。じゃあ向きの関係でちょっと見えやすいようになってんだ、ね、見え方が変わったと。なるほどなるほど。へえ。いやでも本当に細かいところまでめっちゃ綺麗だもんなこれ。いやめっちゃ綺麗よ。うん。いやなんかやっぱあれですよね、あのまあこのユフトのなんか、いやそうよ、ブランドのなんか モデルみたいなさ、ファッションモデルみたいな感じでさ、バッグ掲げてますみたいな感じで看板持ってんのめちゃくちゃおもろいんだよなずるいって、ブシロード持ってますっていう、ずるいって。待って、これ一個のね、あの個性だからね、もうね、うん、美味しい個性をいただいたね。いやこれ本当デートでほら行くよってこう言ってくれてるかのような感じで看板持ってるのずるいわ本当。武士郎で一緒に勝ち込もうかっつってもう看板取られてるけどそれか、あ、これ武士郎からパクってきたんだよねみたいないやなるほどね。いやみんなかっこいいな、ね、でもやっぱあれっすよね、ギドラさん本当に、うん、
毎回素敵なイラストね、こうツイッターとか更新してくれてますけど、俺本当ギドラさんのねこの色使いっていうのめっちゃ好きなんだよね。この配色の感じとかめっちゃかっこいいよね。でなんかこのあれっすよ、こうフェニックスの躍動感半端ないね今回。前もそうだったけどアンソニーの感じとかやばいよね。ただやっぱフェニックスが一番こうねこう持ってるものがマガマガしいよね、確かに銃とこいつだって手榴弾持って手榴弾だね。で本持ちながら銃持っとるし、でイリーナも銃でしょ、銃とナイフ、いやサバイバルナイフみたいな。むしろ一番ベネ様が安全な人なんじゃないかっていう思わせるような、ね、仁義がありますから。すごい絵ですね。なるほどね。でカズオミかっこいいな。うん、前のやつはだっていや分かんない、あのこれ悪口じゃないよ、カズオミの前のねあの絵を見た時のさ、あのグッチの店員感高級ハイブランドショップにいそうな感じだったけど、今回はもう完成されてますわ、ガードマンみたいな、もうしっかりしてるわ、 SP 感すごいね、絶対強い確かに。初見でこの絵見て誰が一番強いですかって言ったらもう一番強い、うん圧倒的、うん圧倒的、あなるほどね、ですね。いやいや本当に、いつもいつも素敵な絵をね、描いてくださって本当にありがとうございます。であれなんですか、実はロードゲームイベントでは、バクトは公開してないと。あーはいはいはい、あいなかったからね。そっか、だからこれもだから随時上がっていくんですか。あれはあの出演キャストのイラストだけ、なるほど、公開してたから出してくださってたんだよね。そうか、そうそう、だからバクトはね出てなかったんだけどってことで、バクトと、清信、翔、シオン、マリアのイラストもあると、だからこれは今後上がっていくってことですね、今我々の手元で見てますけど。そう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 、いやなるほどねだから前回あの朗読劇イベントに置いてあった、ユートの絵は、ブシロードの顔持ってないんですよねきっと、で持ってるやつも公開されていくとかでしょ、ユート羨ましいやつだな絵が2パターンあるぞ、おいしいな絵が2パターンあるぞこの男、レイヤーがねレイヤーがねなるほどね、あとあれ結構あのマス、あでもそうかそうだねアイデンティティですよこの看板が彼の羨ましい、はい、ということで、ね、あの今後公開予定ですので、皆様お楽しみ にということで、永遠に枯れないあまりりさんありがとうございます。ありがとうございました、番組ではメッセージや質問など普通歌を募集しております。聞いてほしい出来事やお悩みなどご投稿ください。皆さんからのメールお待ちしております。投稿フォームは公式ホームページをチェックしてください。ロード59新時代人気特区天海区放送局、ここからはこんな企画をお送りしましょう。題してロードトゥー59。わー、はい、ということで今から数字で回答できるお題を出題します、例えば家族の人数はとか、今まで引っ越しした回数はなど、その人によって数字がかかるお題です、で数問繰り返して答えの数のトータルが59になればチャレンジ成功です。だもちろん数字は正直に答えてください、はい、だからこれあれですね、9月にやった朗読劇イベントでも実施しました、で今回は僕らが回答すると。なるほど、だから前回皆さんにこうアンケート取ってやってもらいましたけど、我々が質問に答えてやると、でまあ数はおおよそでいいですよと、はい、いきますか、じゃあどっちから質問します。あどっちでも、じゃあ僕からいきますね、はい、ちょっとじゃあまあお題ねありやつでいくんですけど、あこれ聖子ちゃんっぽいんで、家にあるメガネの数、はいはいはい、じゃあこれ2人で合わせるんじゃないか、2人の数字を合わせるんですよね、はいはい、じゃあせーの2、待ってわ2ね2ね、2、いやあ俺サングラスの数も入れるのかなと思って、お入れちゃいなよ、入れていいですか、足入れちゃいなよ、入れちゃいなよそうすると、7、7だから今9ですね、9、あーもうあと50で、あと50結構余裕ありますよ、全然余裕あるね、質問、はい、じゃあお財布に入っているポイントカードの数は、ポイントカード、普通のカードじゃなくてポイントカードね、ポイントカードね、はい、待ってね、今でしょ、今財布入ってるでしょ、はい、今見ていいよ、いやいや大丈夫です、お札が何枚入ってるかまでいやいややめろやめなさいよはいはい、せーの0、おー2ですか、2だ今11、いや
僕もうあの全部携帯に入ってるんですよ。あーなるほど。だポイントカード持ち歩かっちゃいました。確かに俺も別にアプリで一緒のやつ持ってるからカード持ち歩かなくていいじゃん。そうなんで持ち歩いてんだろう。でもなんかねやっぱ俺って一体やっぱあの入れてるとカッコつくから。あーカード入ってるから。なるほどね、うん、じゃないですかね。今これで11でしょ。バッテリー切れたら終わりだからな。あ確かに、うん、さあじゃあ次いきますよ。11でしょ。ねあこれいいんじゃない、うん、人生のターニングポイントとなった年齢。あーはいはい今11ね。はいはい、せーの24。あれこれ来たんじゃない、来たんじゃない、ちょっと待って。11、24、35からの18、35、53。おお、ね、でもこれ4問目3問目3問目です。あと9問ぐらいあるんだけど。えでもあと10問でも要は合計で59やばいいいとこですね。順番に進めてね、うん、えこれ逆にえ何歳って言いました。20、24。何があったの、24何があったの、今の事務所のオーディション。あーなるほどね、うん、オーディションいっぱい受けたけどやっぱり今の事務所をに受かった時のオーディションが一番記憶に残ってるかな。あーなるほど、うん、なるほど。あっちゃんは。僕18があのライダーになった年齢だったんですよ。あーはいはいはい、黒影、はい、そこだったんでもうターニングポイント。まあちょっとねあの使えるかわかんないですけどね。はい、めっちゃ普通に言っちゃったけど、まあ、テレビで見てたもんな。そうそうそう、あの特撮やった頃です。うん、なるほどね。であとあと6でしょ。6か、これいけるよ。何だろうね、来た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 、6か。いやあっ、お、何、いやいやどうぞどうぞ。どうしようかな、今までした習い事の数。習い事の数あっちゃんちょっと多いかな、多そうな気するな。どうだろう、俺ねそんな多くないのよ。俺ね結構やってる。えこれもう変えられない。あこれ大丈夫。俺はね超えそう、そこそこ多い。あじゃあ違うのに変えよう。なんかいいのある。ね、うん、今までにした骨折回数、うんうん、これか。はいはい、いいよ。ね、はい、ちょっと待ってね、骨折か、あれ骨折か。ね、あ待って、ひらめいた。いいっすか、うん、今までで財布を落とした回数、はいはいはい、いい、いいの、いいよ。え、そんな感じ。あ、全然全然、だってまだこれで到達しなかったらもう一度もいけるから。まあ到達しなければ確かに、はい、はい、いきますか、せーの、ゼロ。俺がだらしないのがバレたじゃんもう。いや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 、俺あのねスマホは落としたことある。そっちか。財布はねな、ないのよ。そっちか。ということは56。おお、あと3。ちょうどいいんじゃない。え、なんか絶妙なやつ。絶妙なやつ。え、骨折はダメだったの。骨折、ちなみにちょっとこれ使わないとして、うん、え、使います、使い、あ、そっか。事務所的に。いやいや違います違う、要はあのこれだって今もし聞いちゃったら使えないじゃないですか。あーなるほど。でもあと3か。あと3、骨折、え、ちなみに怪我する方ですか。俺ね、そうだね、ちょっとだけ。ほんとちょっと。俺もちょっと。ちょっと。骨折いく？ちょっと骨折いってみますか。いってみる？え、どこまでの骨折？だから、ひびはダメだよ。ひびはなしだよ。はいはいはい、ちゃんと骨折ですっていう、もうお医者さんから診断される。あ、オッケーオッケー。いくよ。せーの、2。おお。あれジャスト3ですもんね。イエーイ、到達した。骨折。え、どこ。え、僕鼻です。鼻直したの。あの16の時かな、舞台やってて、うん、アクションかなんかで、うん、相手の人がちょっと間違えちゃって、あ、相手が間違えた、ちゃうな、なんか、ね、あ、まあ、ちょっと合わなくて、そう、なんかで事故って、うん、当たっちゃって、あ、まあ、縦とかあるとね、パキンと。
浜川の稲妻マークみたいなさ。怖い怖いよ。でも今は無事に会って。めっちゃ痛かった。いやそうだよね。鼻とかボール当たるだけで泣くもんな。でどこですか。僕は2回とも左手首。左手首。なんで？2回とも落下。落下。1メートルぐらいの高い場所から。中学ぐらいの時に落ちて、その時はあやべ受け身取らなきゃと思って体ガッてひねって頭とかから落ちないようにできたんだけど、左手を体の下に敷いちゃって手首パッキリ。うわー。で2回目も受け身取ろうとして左手ついたら剥離骨折。無理。こんな痛い話みんな聞きたくないだろうな、ラジオのみんなは。いやでも 今別に普通に動くんですもんね。そう、全然大丈夫。そこが大事ですね、治ることが大事なんでね、はい。いやよかった。いやでも当てましたね。当たったね。これピタリ賞ないの？景品は、よく褒められるという感じかもしれない。景品はなんすかね。何か用意されますよきっとね。はい。ということで以上、はい、ロード259でした、はい、イエーイ。ロード59新時代任侠特区天海区放送局。ここでロード59からのお知らせです。舞台第1弾のロード59新時代任侠特区と舞台第2弾ロード59新時代任侠特区摩天楼夜桜構想のブルーレイがそれぞれ好評発売中です。本編映像はもちろんバックステージ映像や舞台前景映像などブルーレイだけの特典映像も盛りだくさんですので注目ですよ。さらに舞台第1弾ロード59新時代任侠特区はサブスク配信も実施中です。ロード59プロジェクトの始まりとなった舞台をぜひ配信で何度でもご覧ください。またロード59公式 YouTube チャンネルではこの番組のアーカイブ配信が公開中です。ぜひ聞き逃してしまった回やもう一度聞きたい回を YouTube でチェックしてみてください。またですね、舞台第1弾のアクションシーン公式切り抜き動画も公開しております。各キャラクターの魅力が光る凄技続出のアクションシーンをぜひ気軽にチェックしてみてください。最後にこの番組から大切なお知らせです。2022年3月から約8ヶ月にわたってお送りしてまいりましたロード59新時代任侠特区天海区放送局ですが、あと2回で一旦終了となります、はい、ラジオのレギュラー配信終了はちょっとまあ寂しいですけどね、うん、まあ、今後不定期に、うん、YouTube だったりで、まあ、ロード59に関する情報、そして天海区の兄貴姉子の皆さんと、うん、キャスト陣との交流の場を作っていければとのことですので、うん、ぜひその際はお便り送ってくれればなと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい。またですね、天海区放送局最終回に向けてのお便りも募集しております。こちらは響きラジオステーション番組ページの、お便りを出すから送ってください。天海区放送局はあと2回で最終回となりますが、ロード59というプロジェクト自体は今後も続きますので引き続き応援よろしくお願いいたします。そうだから、まあ、新しい形でね、そうだから、お届けできるようにということで、ちなみにあれなんですよ、だからラジオトックと、うん、お嬢の寄り道ラジオって昔あったじゃないですか、うんうん、あそこからだと実質1年半以上ね、ーロード59ラジオやってたということで、うん、僕結構やらせてもらって楽しかったんで、うん、ちょっとまたね、そしたら敵トークが復活するかもしれない。そうですね、ちょっとまた僕たち呼んでもろて、はい、お願いします。もうタイトル敵トークないかもしれない。いやでもね、本当にこのラジオ毎回、まあ今回もスタッフさん見てますけど、うん、毎回爆笑していますからね。もうドッカンドッカンよ、ドッカンドッカン笑わせてるわけですよ、うん、我々は、はい、だからまあ今 YouTube って言いましたけど、まあ、ラジオとしての復活もね、うん、狙っていけるんじゃないかと思ってますので、ぜひ皆さん応援してください。はい、よろしくお願いします、はい、します。まあでも本当にね、これまでね1年半ちょっとですか、やらせてもらってね、たくさんの兄貴姉子からのねお便りとかもね、いただきましたね、本当に皆様ありがとうございました、はい、皆さんのおかげでね、こうやって楽しい番組作ることできましたので、うん、引き続きね、また新しい形になってもこのロード59をね、応援していただければ嬉しいです、はい。その他各情報の詳細は番組ツイッターや公式ホームページをご確認ください。はい、以上ロード59からのお知らせでした。
楽しい時間はあっという間エンディングのお時間でございます。さあ今日いかがでしたでしょうか。いやいやもう面白かったね、やっぱ59の数字を当てれたことへ驚き、ピタリ賞まさかね出るとはって感じだった。いや本当にピタリでしたし、まあ質問の内容もすごいなんかユニークなものが多くて、うん、はい、面白かったですね。はい、タイムリーな話と、まあ、引っ越しの話とか僕がしたから、確かに、いやマジで遊びに行きたいわ。いや本当に遊びに来てほしい、ね、一生言ってるけど本当に。鍋しようぜ、鍋我が家でマジで。もうね冬だしね。いやそうだよ、何鍋がいいかな。クリスマスも来るし、もうイエーイ、はい、ケーキ買っていこう。わーやばい、いいっすね甘党なんだね、イエーイ、はい、というわけでね、はい、お送りしておりますけども、はい、まだちょっとやることあるんですよ。あるんだよ、はい、あの最終回のね、まあ、パーソナリティへ、うん、質問を考えなきゃいけない、次回、次回のね、はい、うん、なんか無茶ぶりでも行こうかなと、はい、でまあじゃあ1個じゃあ僕作るので1個じゃあ、うん、まえちゃんが、はい、かしこ、おい、じゃあねクリスマスも近いから、はい、ちょっと異性に口説かれる時に、うん、言われたい口説き文句ってあると思うんですよね。はい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 、ちょっとその口説き文句を異性になりきって言ってください。あーなるほどね、はい、これからの時期、うん、だ自分が言われたいセリフを言ってください。これは姉子兄貴、うん、皆さんすごい参考になるんじゃないでしょうか。参考になると思う。でちゃんとあのなんでそう言われたいのか理由もつけてちゃんと言ってね、うん、はいはいはい、ちなみにあっちゃんはねねちょっとさうわ何用意してた。いやいやいや、だってねありますか。いや、なければここカットでいいですよ。いやいや、待て待て待て、それでカットになったら俺ダサいやつになっちゃうじゃんいやいやいや、誰も知らないからそれ。いやでも何だから要するに誰もわかんないからカットになっちゃったら相手に言われたい、うん、じゃあ言ってみて、これがあのカットされるかどうかはまあスタッフさんの意向次第ということで保険をかけておきましょう、こうやって。よし、オッケーオッケー、整いました。言われたい口説き文句でしょ。はい、いいよ。じゃああっちゃんの口説き文句まで3219。もう一杯飲み行かない。あーシンプルね、シンプル、これがいいよ。はい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 、はい、これを言ってくれいや理由もありますよ。今何時ですか。いやそれ、あーその時間、それ、いやでもだから9時とかじゃないですか。あーなるほどね、まだ終電までは余裕あるけど。あ全然余裕ある、余裕ある、はいはいはい、全然余裕ある。いや2軒目なんかシンプルに2軒目行きたい時に、うん、俺としてはまだ全然その飲みたいっていう気持ちがある中、うんうん、でもなんかこの時間帯でもう一杯飲み行かないっていうと変に取られるんじゃないかっていうのもあって、はい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 、はい、でもそんなこと実はなくて、うん、本当に飲みたいだけだからこっちはっていう。あだから向こうから行ってくるとか楽。なるほどね、でちゃんと終電で返すからなるほど、うん、あす、すごい真っ当な話だった。真っ当な話なんです、はい、意外と真っ当なんです。ありがとうございましたえ、言っときます。え、俺は別にいいよちゃんとかわすねちゃんとキャラクター出てる別になんか言われたいあれとかないしなあ、ほんと、うん、わかりました。何言われても喜んじゃうからな。あ、うわ、ずるい俺すぐ信じちゃうから、人の言うこと。うわずるい、俺ね、すぐ信じちゃうの。うわずるい、なるほどね。そうやってどれだけ騙されてきたか、うわうわうわ分からんけど。なんか、うわずるいポイント上げてるはい、じゃああとあれか、俺からの無茶ぶりね、はい、そうだな、人生で一番の黒歴史。うわぁ、こわ、あえて、なんでもいいよ、面白いのでも、なんか悲しいのでもいいよ。はい、黒歴史。いやこれは多分最終回用になると思うから。いやそうですねぶちまけて終わろうっていうところで、うん、だからもう一個プラスしようよ。何、人生においての黒歴史とロード59でなんか起こった黒歴史ある。いや分かんない、あるかもしれないじゃないですか。なんか要は舞台でマジで土地にかけたとか山本さん来んの次回ズボン破れたっつって。いやだ、まあ、なければいいよ、うんね、それも普通にフリーにやってますっていう、はいはい、あ、なんでもいいよ、はい、だからまあそんな感じで、じゃあお二人よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけで本日は以上となります、はい、今回のお相手は大今下が久役の白俣敦史と篠野恵、鳴山聖子役の前田誠司でした。バイバイ。